こんにちは、TBS ライフです。それでは恒例の、アシードンクラウドの2022年秋冬サンプルご紹介します。よろしくお願いします。一応順番にご紹介していきたいと思います。一番最初トレンチコートになります。トレンチコートが、ウールとコットンの2種類あります。ウールの方がちょっとこうヘリンボーンで混ざっている素材ですね。これちょっと中が面白くて、なんかこう馬に乗る乗馬の人用のデザインということで、こうちょっとしょって着るようなデザインです。でこれ今サンプル着用しているのは M なんですが、うちの店のオーダー S になります。裏地がキルティング、あとは袖裏がいつものちょっとこうつるんとしたストライプのおしゃれな生地で、袖通りいいです。ちょっと M なんてゆったりしてますが、ポケットもついて大きめポケットですね。ちょっとスリットパックリと開いています。でボタンが肥沃になるので、外側にはボタンが見えないデザインで、ウエストをベルトで絞るデザインになります。こちらウールと、あとコートの方がグリーンのオーダーになるんですけれども、グリーンはちなみにこのパンツに換気というよりちょっとこう深緑色、ダークグリーンになりますね。こちら S サイズのサンプルです。ちょっとこちらの色のオーダーはないのでご注意ください。ベルトで結構張り感のある目の詰まったコットン100なので、あんまりこう風を通さなそうな素材になります。裏地がちょっとこういうチェックのコットンですね。こちらもで袖裏がさっきと同じストライプ、ちょっとシンプルなストライプの裏地付きになります。S ですけどそんなにぴったりしてないので、中にちょっと厚手のニットだったりも着用可能だと思います。こちらの方がお値段が、ウールが7万5000円とコットンが6万5000円です。あと次がシャツですね。シャツとパンツ一緒にご紹介します。お店の方ではこちらの色味、サックスブルーの展開になります。ちょっとサンプルが今 XS が白なので上下着てますが、サックスブルーの方がちょっとこう玉虫っぽい感じで、表がサックスブルーで裏がちょっとこうブラウン系の糸で折ってある感じなので、ちょっとこう玉虫っぽく光沢があります。こちらの方がシャツがボタンがこういうアシードンがよく使ってるやつですね。こうポチッと通すデザインで、ここポケットですね。フラップというちょっとデザインっぽい感じで、こちらの方だとこう素材も軽くてつるんとしてるので、ちょっとこう羽織的な使い方できると思います。ウール入ってますけどチクチク感ないですね。これがウール49、ディスコース 51% ですね。シャツの方が3万3000円です。でパンツなんですけど、パンツこういう風にエプロンみたいな感じで、ここボタンで留めてあります。でボタンを取ると、なんかボタンを取っても形が綺麗なタック入りのテーパードパンツで、これもなかなかおすすめです。私履いてるのは今 XS なんですが、サイズ S も入荷ございます。こちらが3万8000円です。でさっきのコートが10月上旬から中旬、シャツとパンツが8月下旬から9月上旬の入荷予定になります。続きましてがパンツのご紹介です。パンツがさっきご紹介したトレンチコートの素材になります。お色味は、コートと同じくグリーンのみになります。ちょっとこう大きなポケットが特徴的なパンツです。こんな感じで、わかります？ウエストこんな感じ、なんかタポーンと広がるシルエット、ポケットがここに2つ、あとアシードンらしい非常のデザインと、結構ぷくっとした身につかず離れずデザインですね。こちらの方が今私着用が XS で、 S も入荷ございます。こちらダークグリーンの入荷のみで3万3000円。
9月上旬から下旬入荷の予定になります。続きましてが巻きスカートです。今回のアシードンの目玉的な、これプリントじゃないんです、織物です。すごいですよね。これが一応リバーシブルで開けるスカートで、なんかここに馬のマークとかついてたりして、なんかこのレザーのパイピングもちょっとこう大人な感じでいい引き締め感がありますね。こういう感じで結構長さ長めです。私156センチぐらいで、巻き下丈よりちょっとくるぶしよりも短いぐらいですね。でこれ裏側でも履けます。ボタンで留めるデザインなので割と簡単に履けます。こういう感じ。ポケットがそうすると外側にきます。でこちらのデザインでベルベットの素材もあります。ベルベットの場合が裏地がちょっとブルー系のキルティングになります。あんまりこう毛足のなんかあんまり長くないベルベットですね。結構張り感がしっかりあります。裏地がついてるからですね、結構しっかりしてますね。スカートの方が値段が、織物の方が48,000円で、ベルベットの方が40,000円になります。こちらは9月中旬から9月下旬の入荷予定です。であとはベストですね。ベストスカートと同じ織です。これサイズ、このサンプルの襟の入荷になります。でこれ面白くて、サイドスナップとかで留めたり、なんかここにボタンあるんで取って着脱する感じです。綿なので意外に季節関係ないかなって、ここにちょっとポケットがあったり、割とサイドパックリ開いてるので、ちょっとこうアームのたっぷりしたものを入れてもいいと思います。こちらの方がお値段35,000円、9月下旬から10月上旬の入荷予定になります。よいしょ。あとこれがアップ、こんなバッグも1点だけ、なんかリュック担いてるみたいなんですけど、バッグです。ちょっとアシードンらしい面白いアイテム。これがベージュですね。ベージュベースとブラックベースと2つあります。これ多分1個取れますね。なんか通してあるだけなので、はい、照らしたりもできます。ちょっと数く感じですね。こちらの方が9月中旬から下旬入荷予定で48,000円、予約会限定商品になります。あとはカーディガン、カーディガン、これ今 M を着用してるんですが、実際 S になります。こちらの方が9月下旬から10月上旬入荷予定30,000円。色が今グレーを着てます。あとはライトブルーとダークブラウン、ちょっとアイテム違うもののサンプルあるので、ご来店された方ご覧いただけます。こちらとあとはハイネックですね。ハイネックもすみません、サンプル大きいの着てますけど、実際は S です。 S でもゆったりしてるので、むしろ M かなり大きいかと思います。こうアシードンらしい、このなんて言うんでしょう、素朴な、なんかこう古い文明のような感じ、チクチク感もなく、それでここ指入れられます。こういう感じですね。なんかアームウォーマー代わりになります。これが32,000円で、お色味はダークブラウンっていうお色味が入荷します。あとは靴下ですね。靴下も今回この色に、この色、なんかこれちょっと一回履くと病みつきで、なんか最近引き出しに、私の引き出しにいっぱい入ってる気がします。これが2800円です。
あとは今回のお話のテーマがちょっとこれ地図なんです。描かれた地図のこれがハンカチになります。これが一応公約会の時に公約いただけるアイテムになりまして、靴下が2800円で、ハンカチの方が3500円になります。よろしくお願いします。